はい、どうも、タクタクです。やっていきましょう。ダークッド、ここ怖すぎません、ほんと。とりあえず今日はね、これ何するかというと、ラジオちょっとこの辺とりあえず調べます。分厚い埃に覆われている、もう長い間誰も使ってこなかったようだ。だから今でも、プラスチック焼け切れたワイヤーの匂いがする。あー、はい。何をすりゃいいんだ、ここ。この目は何だ？この目は何？ガスボンベ。ちょっと、あとアイテムが、これ何？この木箱として、これ。怖すぎる。有機体で接続が焼けられないようにない。ちょっと、早いからちょっと、今適当に読みましたけど。これどこにあるんだったっけ？結局ここは、守らなきゃいけないのかな？であれば、バリケード？でしょ？張ったりとか？していった方がいいんだろうけど、どこにバリケードを築いたりとかした方がいいのかっていうことを考えずに今僕は置いちゃいましたね。開ける鍵がかかっていると、どこがいいんだろう。正解がわからないけど、なんかここのような気もする。いやでもここか、むずそうだな。いやむずそうだな、ここ守りきるの。ちょっといろいろ見て回りたいけども、まあ、そんなにちょっと重装備じゃない方がいいよね。よいしょよいしょよいしょ。よいしょ。何もむしろ持たん方がいい。ここは商人とか来んのかな、ちなみに。商人、まあ、来るわけねえか。雰囲気だけ見ると、こう下になんか行けるみたいな、なんか、ありますね。行けんのかな？これボンベ。高圧ガスが拾う。あ、拾った。何？拾ったよ。ん？ガスボンベ。ああ、拾う。あ、拾えた。これじゃない。スイッチオン。あ、スイッチオンできる。錆びついた酸素ボンベ。これだ。壊れた圧縮機。あ、でも整理しなきゃいけないみたいだね。ここから来たもんね。なんで戻れないのか謎だけど。このボンベ、あ、なんか人の下やる組だ。わメモ。1日目13時15分圧縮機が壊れた。地下につながるハッチの錠もブロートーチを使う羽目になった。いやいやしい湿気だ。2日目、12時。私たちは、山地近くの観察地点から木の写真45枚撮影した。木はこの1ヶ月、なんかめっちゃいっぱい出てくよ。倍の大きさに育っていた。これ何？何の観察してんだ？私の酸素が徐々に薄くなくなっている。2人の人間に近く、ジャンクヤードへ探索させ、地図上に印が打たれた建物。圧縮機の予備部品を取りに戻らない。圧縮機の予備部品ね。はい。ジャックヤード近くのコテージは注意が必要だ。地図上に印が打たれた建物。わかんねえな、これ。でも、3C とかなんかいろいろ、2C とかいろいろあるけど。ジャンクヤード近くのコテージは注意が必要。誰かが住んでいるかもしれない。二日目。え？ずっと二日目だけど。あ、二日目の18時ってことか。現地人が少なくとも10人、木の間をうろついている。奴らはどうやって私たちの存在を知った？私たちには装備をかき集める時間がない。気づかれてしまうと危険が多すぎ、さっさと脱出しよう。はぁ。現在は？ここにいるよと。これは？村。で、ここはジャンクヤード近くのコテージ。はぁ。なんだろうなぁ。情報と言える情報は、まあ、ここに行くんだよっていう、地図のね、印のとこぐらいなもんですよ。ノコギリもちゃんとあるなぁ。とりあえずこっちに行ってみて、これ地図上だと、こっちってことになるよね。あ、死体またあった。え、すげえ、結構あんな。あ、結構いいよ。
簡単に集まるよ。穴。おう。は？あ、やばい、いる！相変わらずいるのね、犬はね。痛いって！痛いっては！何も持ってきゃ。やばい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 。まだ来てる？あー、やばい、死ん、まあ、死んでもいいか。死んだらどうなるかっていうのもね、含め。はい、死にました。死んだらやっぱここに戻ってこれる。死んだらゲームオーバーだったりして、今回から。あ、大丈夫、戻ってきた。沼！いや、この目は何？はい、バックパックを取り返す。奇妙な肉ね。一応これもちゃんと調理しましょう。どうやって調理する場所？はい。これ火落ちてきてる、もしかして。お、なんだこれ！何これ？井戸。いや、いるの？いる？ここは丈夫すぎて。あ、ということは、こことかいいんじゃない？防衛すんのに。4箇所でも入り口があるな。4箇所入り口があるとこは防衛しづらそうですな。防衛しやすいところを、やっぱり、取っていきたいことを考えると、どこが一番正解なんだろうな。まあ、一番の正解は多分、鉄のこの開いてない扉のとこが強そうだけど、ここね。ここが強そうだけど、この構造は入れるような構造ではない。あ、こっち側も行けるね。ザ・沼。あ、なんかある。キノコかな？あ、キノコだ。オッケー。ここはなんだ？この木が何？私は今ここにいる。もう壊滅した村ってことか、多分。違うかな？何？はあ？追っかけてきてる？おわ！やばいって！何これ！来てる？横へ来てる！いや、めっちゃ怖え！めっちゃ怖え！あーぶねえ！どうすんのよ、こんなの。毒キノコ不明。オッケー。毒キノコ不明。毒キノコ不明。あ、俺が踏んだ。死ぬ死ぬ死ぬ。死ぬ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 。いってー。あ、バカバカバカ。ちゃう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 。あ、死ぬ、あ、死ぬ死ぬ。こいつめっちゃ強い、めっちゃ強い。あー、やめて。あー、どうせ、あー。いや、すごいパンチしてくるやん。ちょっとさ、これさ、倉庫のアイテムとかさ、全部移動しといてくんねえかな、これもう。チャプター1からその持ち込めるアイテムの量に限りがあるのとかもう、ひどすぎませんか、それは。これさっさと井戸建てちゃうか、これ。これ物資集め直せるんかな？
もう木とか一生集められなかったりして、実は。これで。一応ね、井戸はね、何があってもあった方がいいよね。立てる。オッケー。村には不用意に行かない方がいいのかも。いやでもあいつ、何だったのかな。村人の慣れの果てなのか。だったとしたら村の中の物資を守るための化け物だという解釈もできますよね。ん？犬の鳴き声？カエルかな？いや、まだいるよね。そりゃ、まあ、しかも、え？目視する範囲広すぎません？はまってる、はまってる。気づいてんだけど。お、え？え、投擲もできん？自分の上ぶん投げてんだけど。こいつやべえ。自分の腕投げつけてきた。急げー、急げー、いってー、いってー、倒しろ。あ、怖っ。いや、怖そうとしてる。さっさと行こう。これ何これ、あやけ、どんどけ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 、怖え。いや、早いんだよ、移動が。金属ドア開けられねえよ。あ、終わってやる、強っ。そんな逃げ切れ、扉を壊されてもー、だー、死ぬだ、ここ。どうやったら倒せっかな。火炎瓶ぐらい持ってっかも。ケチケチしないで、火炎瓶ぐらい持ってこ。やばい、怖いよー。なんで金属のドアなんかあるんだろう、村に。今までなかったのに。斧で壊せるようになったからかな。あんまりだぜ。まだいる？さっきのやつ倒したんじゃないかなと思うんだよ。なんか爆発で。関係ないかな。なんか爆発したよね。いる？これ修理絶対しないよ。ここだってただの通路だもん。水の中で走るとスタミナが普段の何倍も消費されますね。いや、いるいるいる！なんかいるぞ。なんだ？うわ、やばいやばい、なんか伸びてきてる、なんか伸びてきてる。なんか伸びてきてるよ。ちょっと行ってみようか、これ。火炎瓶！さすがに木でなんとかなるでしょ。なんともなっていない説。え、なってないのかな、なんとも。もうなんと、これでダメだったらちょっと俺はもうこいつらを無視することですよ。あ、大丈夫？あれ、倒したか？いや、でもなんかまだ動いてんな。え、なんか動かなくなった気がする。急に。ってことは倒した、これは。あ、倒した。いや、これまたどうせ蘇生しそう。音が怖すぎる。ここ何なの？燃えた跡もあるしね。さっきのやつってどう？死んだ？あ、なんか死んでる。なんでだろう。クモ人間だって。なんで死んだんだろう。キノコ男の死体。キノコ男がだから爆発したからか。あ、いやいや、なんで踏むの？
なんで踏んじゃったの？なんかおるな。どこ？どこだ？これか。うわ、バリケードぶっ壊した。てどうやって行くんだろう、これ。鎖物。こうやって開け、いや怖いな。開けてみていい？あ、開いた。いや怖っ。出てったよな。いや出てったけど、うわやばい、見つかったと思う。やばい、あ、バカ、あ、バカ、あ、バカ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 、閉める扉が。なになに、どこ行った？上方向にいるよね、多分。いるとすると。いないな。いや、怖えよ。あと、火炎瓶ごときではなんか倒せる気がしない。いや、後ろにいるわ。いや、わかんねえ、これ。ここ何？日が落ちる前に。いや、わかるよ！わかるけどさ。ちょっと待ってよ。ここどこ？パクパク。何もんじゃ。確かに。クリプル。クリプル。うわ、怖い。何この人。待て。なんてことだ。お主、死んでおらんかったのか。老人は闇雲に手を伸ばし、あなたを掴もうと試みる。お主、ここのものではないな。そんなはずはないじゃろう。あの連中は全身だ。残ったのはわしのみだ。わしと、彼はついに私の腕を探り当て、そしてそれを掴む。目見えないんか？瞬く、ん？しばらくの間、彼は、黙して私の腕を握りしめる。その後、彼が息を切りながら、ささやく様子は、私は読みじゃ、読みなさすぎる。私には何も残っちゃおらん。この椅子だけなのじゃよ。いまいましいことにな。彼の目線は、雨宿りしている納屋の天井の一点で動きを止める。なんでと、老人が突然飛び上がった。一体何を言っておる？伸びに伸びた彼の爪が私の腕に食い込む感触がある。あれは木などではない。木のように見えるじゃろうが、あの顔は、若えの、わしは奴らを知ってる。知っておる。奴ら一人一人をな、よく知っておる。よくできた、え？よ、何もん？何もん？じゃ。ちょっと読めなかった、今。ちっちゃすぎて。奴らは生き物じゃねえ。生き物じゃねえのよ。俺は時々自分の目が見えなくなったことを神に感謝するんだ。奴らを見なくて済むからな。老人は私の腕を離し、壊れた椅子に深々ともたれかかる。安堵からか、彼は深いため息をついた。吐き気がする。忌々しいほどにの、どうしようもないクズじゃ。いつもくだらないことをつぶやいてわしを見ようと塞ぐこともできん。いつだって、塀ばかり。まるでわしが、そいつを人間であると信じておるかのごとくにの、それはわし、ん？わし何これ？わし族家のことよ。彼は突然椅子から転げ落ちるように身を乗り出し、両手を突き出して私に詰め寄る。そして彼、私の裾に掴みかかってきた。私は彼の体重が全てのしかかってくるのを感じた。の若いの、お主にこの腕も足もある。力強い腕がな。頼む。村からあのおぞましきものを追い払ってくれ。あの薄気味悪い汚物がすすり泣く声も、おえつももう耐えられんのじゃ。わしは安らかに死にたい。安らかに死にたいのじゃ。聞いてくれ。わしはもう長いことずっと考えてきた。
わしにはその時間があったからな。何の因果かは知らんが。彼の目が大きく見開かれる。彼の、瞳は乳白色に濁っており、私のコートを掴んで登ろうとしてくるのは感じられた。地下室を見つけよう。屋敷のところの地下室じゃ。ああ、忘れません。あの木のすぐ隣にある。木は大きすぎる。上から向かえんのであれば、下から向かうのじゃ。地下室を探し出すのじゃ。当然ながらそこには木が根を張っておる。この化け物には根があるはずじゃ。そしてそれは地下にある。壊せ、引きずり出し、掴み上げ、ひねり上げて、なんとかしてくれ。どうすればよいかわかるじゃろう。ああ、あんたならわかるはずじゃ。老人は私のコートを脱がすと、そのまま壊された自らの車椅子へと逃げ込む。そして彼は、泥に濡れた納屋の床に対処すべく石を探し始めた。ああ、ありがとう、ありがとう。アイテムを見せる。道の写真。ひょっと、ちょっとわかんないでしょうね。写真見えないからね。何事かに思いを馳せた後、ポケットからガラス状の小さなものを取り出し、自分の目に当てる。道じゃ、故郷への道じゃ、忌々しいもので溢れた道じゃ、狂気へ至る道とはこのようなものなのじゃろうな。噂話を聞こう。もし車輪を見かけたら、二つの小さな車輪があれば、椅子を直すこともできよう。そうすれば、お主にとってもいいことがあるやもしれない。ああ、そうなんだ。車輪ね。タイヤのことか？タイヤも全部置いてきたで、俺。確かに2個タイヤは余ってたけど。封鎖物。あ、封鎖物があったから通れな、ここを出ていく前にあの木をどうにかできんか考えてみておくれ。OK。とりあえず帰るわ。こっから帰れるはずだ。封鎖してたから入れなかったのか。とんでもねえこと頼まれた気がするな。暗い暗い、やばい、間に合うか、これ。いや、絶対間に合わないでしょ、これ。あ、やばい、やばい、やばい。あい、なんか踏んじゃったし。これ、どっから出るの、これ。やばい。もう夜、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 夜。間に合うんか、これ。これ夜越えられないでしょ、絶対。物資も足りないのよ。飲む。まあ、諦めないで。いや、もう夜になっちゃった。夜になっちゃった。夜になっちゃった。夜になっちゃったよ。あ、待って。あ、来た。お、何これ。やば。弱化再生。治療アイテムの効果が低くなる。やだ。震えるて、行動の精密さが下がる。やだ。アドレナリン、瀕死の状態、近接攻撃を行うと、余ダメージが増え、いや、どうなんだろう。活化、火力、活力が上昇する。どういうこと？カメレオン、一日に一度のみ、一箇所に留まっている限り、自分は、を敵から見えなく、なるようにできる。え、カメレオン無敵じゃん！え？これでいいよ。カメレオン。弱化再生。弱化再生にする？ぶっちゃけ治療してるときってさ、弱化再生にするわ。行動の精密さが下がるっていうのは、ちょっと戦闘においてより最悪な結果を招きそうだ。弱化再生にしよう。でもどうなんだ。弱化再生にする。これでするわ。で、これでまた見るんでしょ？またね、謎の体験をするんでしょ？今度はどこに？どこ？え？地図はない。さっきの匂い。ここどこ？まあ、草木の匂いがする方か。ここはどこだ？私の足元で大地がたわみ、空が心地よく渦巻く。
あ、今はできあ、なんか、ごめん、飛ばしちゃった。ああ、こんなことになるとは。調べる。随分と疲れているようだな。さあ、こっちで私のところで横になって大地を感じるの。その男の死体。とても美しい歌声で。横になる。聞こえるか。いや、怖え、怖え。何これ、墓穴に入れってこと。うわあ、痛い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 。なんでなんだっけ、チョンパー、チョンパーに襲われましたね。チョンパーめ。これ、ま、もう夜じゃん、夜なっとるやん。魚。夜になっちゃった。夜になっちゃったね。なんか来る？なんか来る？やっぱ。電気ぐらいちょっとつけさせてほしい。発電機オン。発電機オン。いや、これ木がないんだよな。もう木がないから塞ぎようもないんですよね。うわ、なんか来てる。なんか来てるよ。ショットガンを味合わせてやるか、じゃあ。しょうがねえな。うわ、なんで？くら。怖っ。くら怖っ。うわ、来ちゃってんだけど、なんか悪霊的なものが。あ、我とにどれ、我の元に戻れ、我の元に戻れって言ってたぞ今。どういうこと？商人さんかな。ちょっとラジオのとこ行ってみましょう。あ、ラジオ調べる。今我の元に戻れって言ってたよね、ここからね。こいつで。なんとかしたい感は。なんかない？あ、なんか、待って待って待って、なんかある。コンテナ！おお！看板の写真付きの。1984年9月12日。うわ、1984年。俺の生まれた。我々は隠れ家の、西17キロの地点で新たな印を発見した。点が33箇所、円が12箇所、一覧上のパターンが1箇所、未識別のパターン6。教授が書いた簡単な殴り書き。何これ、なんか意味ありそう。なんかこういうのあったよね、地面に。そしてショットガンの弾がやべえ。めっちゃ嬉しい。なんか来てる、なんか来てる、なんか来てる。怖い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 。なんだなんだなんだ。怖い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 。ポルターガイスト、ポルターガイスト。怖え怖え。めっちゃ踊ってる。ここ修理したいな。商人来てくれないかな。もう商人来ないんかな。これ夜越えても何のメリットもなくないだったとしたら、普通に死んだ方が早いんじゃない？今後ね。
来たらもうぶっ放すぞ、俺は。弾を温存したいという気持ちもあるけど。いるいる。確実に何かいる。いるけど、なんかここ、人型のなんか、モンスターみたいなのいないよね。元人だった人型モンスターみたいなのがいますけど。人型ではない、あれはもう。もはや。なんだっけ、雲人間。まんまやんっていう。意外と何も来ないな。ポルターガイストとかもちろんあるけど。わ、暗くなってきた。どこ？おお、嘘やろ。何それ、そんなのあり？いや、そんなのあり？うわ、何？やばい、死にたくない、ここまでいったら弾がない、危ない、危ない、あ、いやー、ギリギリで殺された。2発も使ったのに。くっそー、怖っ。こっからが本番じゃん。商人は？間違えた。いや、せめて倒したかったな。ああ。くそ、悔しい。穴が開いてたのに穴が開いていない。はい。といったとこで、今日はじゃあこの辺で終わりましょうか。商人さんは、でもこれは？いないよね。いつもいるのがさ、この、コンロの近くにいるのよ、いたとしたら。うん、オーブンか。コンロじゃなくて。ここにいないということは、まあ、いないんでしょうね、ここは。商人さんは来ないみたいですね。はい、ということで、じゃあ、今日この辺で終わります。それではまたお会いしましょう。したっけ？